ア中。染めてます。そうですね。これ多分相当ちょっと見えてないんでしょうね。多分なんとなくこの辺りっていう。あ、でも本当いい方に転がる時もありますからね。まあ確かにそうですよね。はい。あの見えてないから経験ありますからね。はい、これは鈴木みくるプロが先行だったでしょうか。鈴木みくるプロ先行ですね。先ほどあの鈴木みくるプロがこうグーの手をしてこう目の前に持ってきてあ、はい、それは全然見えてないですねいやでそうするとすごい細い細い見えすぎます。そう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 、目悪い人がたまにねこう、はい、こう見たい時にすっごいちっちゃい穴から覗くとこう見えやすいとかね、いうのもあったりする。さあ鈴木みくるプロ先行でゲームが始まります。ゴーマリッチパッドブル形式。ドロトンでのスタートです。いや赤松さんこれ、はい、ちょっともし仮に鈴木みくるプロがまた、ね、このゲームを制した場合に、はい、優勝インタビューもありますけど、うんうんうん、ちょっと目が調子悪いんですかっていうちょっと聞いてみたいところではありますね。しかし岡村リオプロも常にこうそうですね、リセットが起こって、はい、そうですね、上位まで食い込んで、食い込んでますね、はい、安定した強さっていうのはそうですね、プロとしてはこう、うん、絶対的に必要な要素ですからね、うん。ブルが75秒ではありますが、奥村リオプロは初決勝ということになりますね。ここでハットトリック、フィニッシュ圏内133。これどうしますかね。133はブル17トリプル16ダブルですかね。でもブルブル11トリプル、いやそうですね、それでももしくは19が7本分で133点なんですよ。ブルから17トリプル、19トリプル、ダブル12フィニッシュってことですね。奥村選手はもうハットトリック出さないと。ハットトリック出しても今次鈴木みくるプロ、そうですね、フィニッシュをミスしたら、はい、ブルブル20ダブルのチャンスが回ってくるって感じですね、はい、ダブル12、決めました。2本目、まずは1レグ目、鈴木みくるプロが 0-1 を取りました、はい、1対0です。でもなんかこういつもの、よく見ていた鈴木みくるプロの 0-1 ゲームからすると、うんうん、ちょっとなんかこう物足りないのかなっていう感じがしなくもないですけど、まあまあ、リグは全然取ってるので、そうですね、はい、いいゲームだとは思うんですけど、はい、ちょっと1本足りないのかなっていう感じがしなくもないなっていう、はい、20オープン。ナイスカバーですね。ちょっと1本目が大きく外れたんで、うんと思ったんですけどね、
しっかり2本トリプル入れてきましたね、はい、これはちょっと痛いミスですね。ワンマーク、これはまあ鈴木選手20のクローズからもう3本使ってもいいんじゃないですかね。18ですよね。止まらないですからね。立ち止まることを知りませんからね。そうですね。どんどん行きますからね。どん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 行きますからね。それを止められるか。はい。奥村プロ。ツーマーク。ここは18をオープンしてもどんどん先へ先へという感じになるんでしょうか。点数も勝っています。おっと、ちょっと上に上がってしまっています。最後はしっかりとカバーしてきました。得点も18点入っています。ちょっと乗り切れない感じしますよね、奥村選手ね。この決勝前までの流れがどうだったのかっていうのはちょっと気になりますけどね。ここはしっかりとセブンマーク、先へ先へ、そして加点もしています。71点差、これはちょっとここで大きくなっていますね。15が投げ続けて加点をしたいところですが、ツーマーク、15-1本。そうですね、目の調子が悪そうなんですけどしっかりと入れてきます。あ、でも本当にもうなんかこうなんていうんですかね、こう逆にアバウトでいいかもなっていう気もしますけどね。でも見て狙いたい気もしなくもないんですけど、その辺はそんなこともないんですか。結局やること一緒じゃないですか、いつも普段やってる通りのことなので。なで決めました。あんまり向こう見えてて狙いすぎるみたいなのもダメな時もありますね。なるほどなるほど、これで2対0ということになりました。 5.0 悪くはないんですよね。悪くはない。 いいですよ。はいはい、いやいいですけど。いいですよ。全然悪くはないんですけど、なんか目だけを見ると調子悪そうな気がするすこれ不思議な感覚ですね。作戦ですね。作戦ですね。これは鈴木選手の作戦です。視聴者の皆さんに対する作戦ということでした。はい。ここでトリプル20か。スリーマーク。奥村リオプロはここで絶対ブレイクしておかないと。そうですね、もう負けちゃいますからね、はい、これ取られてしまうと。そうですね、はい。スリーマークス、やっぱトリプルですね。1本目にトリプルが入るとバリエーションが出てくるんですよね。タイプ20 19トリプル、もうなんか鈴木選手のクリケットあんま解説いらなくないですか。あ、そうですね。そうですね、オーバーしたらすぐ、そうそうです、はい、クローズ。点数上回ったらもう次のクローズ、次クローズみたいな。そうですよね、その流れは変わらないですからね。はい、ちょっと奥村選手の解説を僕はちょっと担当しようかと思います。わかりました。はい、わクローズに行きましたが、ちょっとまずは下でした。はい、得点上回っています。これただトリプル20で、20トリプルで点数は回るんで、はい、もう19いきますね。そうですよね、そうですよね。はい、19狙っていきます。おー、ダブルでクローズ。やばい、1本でクローズってすご
ですよね。まあ、先週18ですね。ダルプール18。やっとなんか飛び始めた感じありますよね。そうですね。そうですね。うん、もう一本来るか。ボーマー。8点リードしています。鈴木ミクルプロは8点リードの状況。18をクローズに行くのか。18、17、16と走るのか。ダブルでクローズに行きました。奥村、ね、はい、選手はもう大チャンスですね。これ18、1本でも点数は回るんで、20、20でもシングル3本で逆転できます。とトリプルいった、うん、でも1本20クローズ、あフォーマー、これはもったいないですね。本当シングル1本ですね、はい、ちょっとこれはもったいなかったですね。もったいないですね、うん。したらシングル1本で鈴木ミクルプロも本当はクローズだったんですけれども、そうです、ね、ここで、うん、やっぱりこの1本目にトリプルが入ってこないとなかなかこう攻めあぐねるというか、うん、やれることが少なくなってしまう。福村リオプロはチャンスになります。18でもうちょい点数取るのかな。17はいかない、もう1本いきますね。多めに、やっぱ多めに点数取っとかないと。18はもう2マークの先生に出てるん で、まあでね、多めにこれで60点なんで、17トリプル2本でも点数は上回れないので、はい、ボーマー、ね、はい、しかしリードしてるのも奥村リオプロです、はい、1本目でクローズできるとだいぶ違うんですけど、また18いきますね。16いった、そして15、ホワイトホース出ました、ね、ホワイトホース素晴らしい、ナイスダーツ。ブレイクされましたが、ブレイクを押し返す、ブレイクバック。そうですね、小村選手やっとこう本来の飛びというか、そうです ね、出てきた感じしますよね、はい。ブル5マークってこんな簡単ですか。いやすごいですね。やばい、これでも7点差なんでね、シングル1本でトリプルしっかり出ましたね。全部いくのかな。あ、やっぱブルいきますね。あららら、スリーマーインナーで点数をオーバーして、ね、ただまあチャンスはないですね、鈴木ミクルプロ、はい、だからブル全部ですかね。点数たくさん取って、点数上回った状態で3本ある状態で、おお、そうね、そうね2本入ってましたからね。そうそうですね、うん、そっか、まあインナーブルだったから行ったんだと思います。あ、なるほど、ね、うん、いやでも素晴らしいよ、奥村プロしっかり入れてきます。うん、レイトマーク、ちょっとダブル外れてしまったんでしょうけど、まあ、うまくですね。ただ100点差なんで、はい、ブル4本でも追いつきますね。ちょっと待ってください、これこのインナー率すごいですね。ああ、もったいない、もったいない、もったいないですぞ。奥村プロはここもブル3本で、ブル3本ですよね、はい、でもこう1本外れるともしかしたら加点に行くかもしれないですよね。加点じゃないですかね。あー、でもしっかりとトリプル入れてきますね、はい、これちょっと加点は効いてます。そうですね、はい、鈴木選手まだあと2本ですね。あと1本、72点、うーん、2点を落とした状況ですね。ただやっぱシングル1本のブルブルでも小村選手がフィニッシュですからね、うん、まあ、ブルから行きましたね。そしてあ、これは来ましたね、鈴木選手ラストチャンスです。あ、そうですね、うん、
え、シングル1本で、シングル1本で大丈夫ですね。うん、これで2対1の、はい、ゲームシャー、ブレイク、ブレイクしました、ブレイクバックですね、はいはい、そして先行で5マルチと、はい、奥村選手が先行の5マルチ、5マルチ、はい、そうです、はい、この1レグ目、1レグ目の、ね、0-1 ゲーム、奥村選手もブル合ってなかった感じしたんですけどね。そうですね、まあ、でもさっきのプリケぐらいからこう、ね、きちんと飛んできてるんで、3レグ目からなんか、うん、調子が戻ったという言い方でいいのか分かりませんけども、はいはい、うん、鈴木ミクルプロはどうか。さっきのクリケットでブル散々投げてますからね。そうですね、って考えたらちょっと鈴木選手の方がなんか有利な気もしますね。そうですね、うん、表情全く変えないですね。そうですね、淡々と、うん、投げられますね。さあこれでハットトリックで124点残りですね、はい、先にフィニッシュ圏内の数字に到達すると。でもこれブルあと2本でもフィニッシュ圏内です。ブルで160点残りですね。ここは鈴木選手フィニッシュ圏内まで持っていきたいですよね。奥村選手がフィニッシュ圏内届かなかったですからね。34点フィニッシュ圏内。さあこれは奥村選手どこまで削って、たくさん削ってあの鈴木選手にプレッシャーをかけるしかできないですからね。そうですね、これノーブルやるとかやると、あー、だいぶ鈴木選手が楽になりましたね。ブルブル17ダブルか、まあ、20のトリプルからっていうのもありますけどね。さあこれはブル20トリプル、20トリプルです。決めるか。もうブル2本で点数減らすしかないです。ここは鈴木選手1本目から攻めますね。2本目に17シングル入るのが一番最悪のパターンなんですよね。決めるか、うん、これでもうアレンジが必要になりました。1本アレンジ、はい、入れてからも、はい、これ1、19トリプルですね。ブルでいいと思いますよ。うん、これ1位の8ダブルがベストだと思うんですけど、ウィナー鈴木ミクル、ウィナースフトダーツプロフェッショナルツアージャパンステージ6大阪ジャパンレディース優勝、鈴木ミクルプロでした。おめでとうございます。それでは優勝されました鈴木ミクルプロに今のお気持ちを伺いたいと思います。ジャパンステージ6大阪ジャパンレディース見事優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今日、まあ、今ね優勝されましたけど、1日を通してどうだったんでしょうか、鈴木ミクルプロ、ダーツとしては。いや、よくはないですね。目がちょっとよくなくて、目の調子がよくなくて、言わない
でおこうと思ったんですけど。いやでもちょっと裏の方で、はい、まあ、実際に実況解説 しながら、まあ、決勝を見させていただいてたましたけれども、目がものすごく辛そうでした。その中でよく投げ切れたなと思うんですけど、集中力はやっぱ途切らせないようにご自身で何か工夫されたんですか？いやもちろん見えない中でも集中して見るようにはしたんですけども、ちょっと目が痛くてコンタクト外しちゃったんで、うん、見えてなかったんですけども、まあ、見えてるんで。いつもとやることは変わらないぞと。そうですね、はい。さあ、ステージ3から見事ステージ6まで、まあね、優勝をこう続けていらっしゃいますけれども、まあ、ご自身的に、まあ、今回の結果を踏まえて、この先、まあ、どんな感じでジャパンレディース試合を続けていきますか？いや、差がなかなか縮まらなくて、私自身もこうモヤモヤしている部分はあるんですけれども、1月に、まあ、休むはずだったんですけれども、1月のレクサイとか4月に延期になったことによって1月全部すべてジャパンが出れることになったので、しっかり、まあ、1位を狙えるように頑張っていこうかなって思ってます。今日鈴木みくるプロの試合を楽しみにされていた、ライブ配信をライブ中継ご覧になってた方もいらっしゃると思いますので、その方々に向けて最後メッセージをお願いします。本当今日のダーツは結構必死の、私の必死のダーツが出たかなって思います。本当苦しい試合ばっかりだったので、苦しい勝ちばっかりだったんですけれども、次回神奈川大会でしっかりいいダーツが見せれるように、イギリス行けないのでしっかりダーツが見せれるように頑張りたいと思います。優勝おめでとうございました。ありがとうございます。ジャパンレディース優勝鈴木みくるプロでした。おめでとうございました。